人に伝えたいと思わなくなっていくというのがこの恐ろしい革命の行き着く先だと思うけどね。教育が必要かどうかを問われる時代になってくるし、そもそもなんで教育必要だったのって話になってくるわけじゃ。ん。だからそこら辺まで考えるのがこの第三次革命ですか産業革命の恐ろしいところだと思うんだけど、なぜパラダイムシフトの恐ろしいところだと思います。AI タレントの CM について。 えー、未発見の財閥さん男性十代ですね。伊藤園が CM に日本初の AI タレントを起用したとのニュースを見ました。実際にそのタレントの顔を見るとほぼ違和感がなく、言うまでもありませんが自然な美人だと思いました。 最近は例の事務所の件で大手企業もタレントの企業を解除するなどのケースもある中でリスクが全くない AI タレントの企業は画期的だと思う反面 AI に仕事を奪われるの典型例じゃないかとも思います僕は AI の企業で新しい職種も生まれると思いますし基本賛成ですが岡田先生の未来予想的にこのニュースをどう受け止めていらっしゃるのか 気になるのでお教えください。というですね。まあ、10代の男性からのですね、えー、質問です、えー、こんな cm かと。今あのコメントでもですよ。あの知らなかった人がいたと言いましたけどもですね。あの、ひょっとしたらね。みんな気づかずに見てるだけかもわかんないんですね、えー、cm の画像を撮ってきたんですけども、こんな感じなんですよ。まあ この女の子というかですねあのまあ糸へのお茶持ってです、ね、向こうから女の子が走ってくるんですけど走ってくる時はです、ね、中年の女性なんですねで中年の女性がガーッと走ってきてアップになったと思ったら一瞬でこのその女の人が若くなってっていう、まあ、そういう CM なんですよ。で確かにこれって、まあ、CG 使わないとなかなかできないやり方なんですけども、まあ、ものすごい自然ですよね。で まあ、あの僕の感想というかです、ねまあ、どう考えているのかというとまず、伊藤園がその AI のタレントを寄与したからといってすぐさますべての CM のタレントが仕事を失うわけでもないしです、ね、そ,のそもそも CM ってその有名人使いたがるじゃないですか有名タレントとかスポーツ選手使いたがるんですけども、まあ、それはそのタレントが持っている元のイメージというのを宣伝に利用するためですよね。だから ゼロから生まれた AI タレントにはそういったこの伊藤園の CM の場合はですねあのテレビ CM として初めて本格的にえ生成 AI 技術を採用したというです、ねまあ、そういう目新しさというかストーリーがあるショってるものがあるんですけども。 ちょっとね他の例えばそのなんだろうなユニクロの今 CM にサザンオールスターズ出てますよねだからああいうですね「サザンが出てるんだ」みたいな「あサザン聞いたよな」とかですねなんかそういうイメージはもう持ってくる力は今のところないんですよ今のところはねうん,うーんただね まあこの未発見の財閥さんも書いてる通りですね例の事務所の件というのはまあまあジャニーズのことですよねまあまあ元ジャニーズといえばいいのかあのまあおっしゃってるようにですね出演者なり関係者なりが何かやらかした時のリスク考えるとその AI でもいいじゃんと考える CM どんどん増えてくると思うんですよ。特にもと誰が出ていいいような C M というなな CM か例えば家庭的なイメージの あのー、タレントさん欲しいなというような支援もありますよねでそれだったら昔だったら例えばそのフジモンとユッキーナの,その家族っていうのも選択肢に入ってたはずなんですよ。それは、とユッキーんから、ら絶対出て欲しいいからじゃないんですよなんかその家庭的なイメージの芸能人だったら誰でもいいよっていう意味で候補に上がってたと。 雪菜と別れて離婚したからあ、じゃあ,まあこれであの家庭的な CM の枠はなくなったとでもほかにだったらまだあると言ったらまた今度はフジモンがです、ねえー、当て逃げ事件ですね今あの、えー、ジャニーズよりあの巨大な忖度なりです、ね、テレビ局に対する支配構造を持っている吉本興業が。<laughs> 全力を挙げて擁護するのかどうかというのがウォッチング的にめちゃくちゃ面白いんですけどもフジモンが当て逃げ事件を起こしたんでこれが、えー、またはもしフジモンがねあの大きい CM やってたら大問題になったと思うんですけどもそういうことがあればあるほどうんとね AI に変わっていくっていうのは。 その大きい流れだと思うんですよね、まあ、何回もです、ねえー、あの AI に仕事が奪われるというのは母を訪ねて三千里ので里のを見ろとい僕はよく言ってるんですけど、えー、マルコ少年がです、ね、お母さんに会いに行くためにあのアルゼンチンに行くお金を貯めるためにです、ね、あの瓶洗いのバイト仕事を一生懸命しててでど学校までやめてよしもうこれは今日から瓶洗いに集中するぞと思ったらです、ねえー、瓶洗いの職場が潰れてしまった倒産 なんでかっていうと瓶洗いの,です、ね、あの機械ですねガソリンで動く機械が導入されたからだみたいなそういう話なんですけどもそれはですねそのある日突然に全部変わっちゃうということではなくて何年かでゆっくりゆっくり変わっていくということですね。で今誰かコメントに書いてくれたように絆愛とかですねそういう、まあ、その。 AI キャラクター AI 生成,生成タレントであっても個性なりバックグラウンドを持つようなものが現れればですね、えー、どん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 切り替えというのはね進むと思います、まあ、僕はまあそういうまあ割と普通のことですね多分これあのコメンテーターだったら誰でもこれぐらいのこと言うんでしょうけどそういうふうに思います。まああの あと、CG で作ったキャラクターってねだってねこの「伊藤園の CM でも若い頃から中年までやったんですけどもあるキャラクターを出してそれがヒットした時ですねあのカンパニーキャラクターとしてヒットして定着した時いわゆる「チコちゃんに叱られるのチコちゃん」みたいなもんですね。そしたらですねそれをですねあのまあまあ二十歳ぐらいの女の子としてデビューさせてそれがヒットした場合 4歳にも5歳にもできるし60歳にも70歳にもできるしっていうです、ね、そういうメリットがあるのでですねそのある フジヤのペコちゃんみたいなカン,トカンパニーキャラクター作ったらそれを何歳にもあの変身させて全世代対応型もしくはそれぞれの世代対応型の CM を作ることもできるわけですねだからまあ,あのいいことだらけというかですね基本的にコスパめちゃくちゃいいしうん損はしないんでそのうちその大手の企業は 独自のキャラクターというのをどんどん持つんじゃないのかなというふうに思います。で、それをですね、例えば銀行の ATM の画面とかですね、あとそういうなんかな,なんでしょうね、あのその企業の宣伝告知の隅々まで使うようになるんだろうなというふうに思うんですよね。なんかこの辺はあのシーナさんのえー、っと。 未来予想アドドバードっていうです、ね、1970年代か80年代ぐらいの日本の,あのすごい小説があるんですけどそういうのを読んでもらえばですねどういう未来が来るのかもしくは来ることになるのかっていうのをちょっと考えるんだと思います。でそうなると、タレントさんが、 1>, あの1回の CM で,です、ね、何百万とかです、ねまあ、下手したら何千万ももらえる時代は終わっちゃうんじゃないかと思いますそもそも日本という国が CM にです、ね、あの映画俳優を出すとかです、ね、一流タレントを出すという特殊な国なんですね。よその国は基本的に CM に出るようなタレントというのはその映画にも出れないテレビドラマにも出れない。 誰でもいいような、商品を持ってニコって笑うというような,なんかクソみたいな演技しかできねえよというような人がやるようなものなんですねだからアメリカハリウッドだったらですね一番上がもうブロードウェイ俳優か、あのー、映画俳優っていうふうにですねランク決まっていてその下がテレビ。 まあ、テレビとそのなんだろうな映画俳優の間に配信ドラマの俳優みたいなポジションになっててで、えー、その下に、まあ、アニメーションの声優があってですねでさらにずっと下にテレビ CM の俳優があるっていうです、ね、こういうランキングになってるんで,です、ねまあ、それはあの別にアメリカだけではなくて多分その。 日本以外の国ではそれが当たり前みたいなんですけどもですねなんかそ,そこもですね、まあ、多分だからまあこういう AI の作ったキャラクターというのはねここから先面白いと思うんですけどちなみにあの生成 AI を利用した広告というんだったらこの「伊藤園」よりもですね「あのオタコイ」「オタクのコイ」と書いて「オタコイ」オタの広告の方が。 なんかすごいと思うんですけどあの見たことありますかおたこいって。えー、っとねなんかあのツイッターですね今あの X でこんな広告が半年ぐらい前からめちゃくちゃ流れてるんですけどもです、ね、これあの AI が生成したこれあの男も女も AI 生成なんですよ。 で微妙になんかその「本当かよ」という解釈の男男の方も AI でリアルなんだかなんだか分かんないなんか可愛さと不気味さがあるんですけどそれとあの女の子がですねマスピ顔と言われるですねウケそうな要素が全て完璧に詰まっているマスターピース顔マスピ顔のですねマスピ顔の女の子となんかちょっと変なあの。 マジシャン GO みたいなです、ね、ちょっと変なオタク男性とのです、ね、仲むつまじいツーショット写真これをオタクを置いてマッチングアプリの広告やアカウントを介して大量にばらまかれると大量にばらまかれてです、ね、今これの真似するのがすげえ流行ってるんですよね <laughs> あの男でも女でもいいんですよ例えば僕みたいなお,あのおっさんのです、ね、太ってるやつだったらもうばっちりなわけですねそれがですね適当にあのなんだか女の子と一緒に絡んでもいいし女の子を なしし、で、男同士でもいいしとりあえずこんな感じのポーズをとってですねで上におたこをいてつけてですね <laughs> やるのめちゃくちゃ流行っているというかバズっているんですけども遊ばれてるんですね。まあ伊藤園の使い方というのもあるんですけどこういうなんかね静止画の広告だったら誰でもできるしで自分たちのんだろうな作品とか商品とかを告知するのに すごい楽しいし日本人の同の人誌文化パロディ文化大好きぶりですねで絵を作る小際ぶりまああの何 <laughs> でしょうねこの画像生成 AI で一番遊んでるのは日本人だと思うんですけどこういうのを考えたらそっちの方があの確実に当たるんじゃないかなというふうに思いますえー、じゃあいきましょう今日のメイン企画ですねえー、6型さん、えー、19歳学生です AI アートについて、岡田さんにご意見をいただきたいです。私は、AI による、えー、創作自体は、不可能がないところまで発展すると思います。<laughs> しかし、表現や主張までは、AI に生み出せるものではない気がします。そうあってほしいです。AI が自我や意志を持つかといった別の問題にも絡んできそうですが、岡田さんはどう思われますか。私が表現したいことがあっても、そのためにやりたい表現もあって、創作作業そのものも好きだし、それを世に見てもらいたいと思っています。 そのためなら AI でもプログラマー志望の友人でも利用してやるつもりではいます。でもそれらも意味がなく世ののの人が見るる価値ももなないものになるのでしょうか、ね、最近その AI に関してですね。特にあの絵を描く人がものすごい悩んでたりです、ね、引っかかったりしてるこの問題ですよね。えー、表現や主張まで AI に生み出せるのかと。まあ、6型さんは「生み出せない」「そうであってほしい」って書いてるんですけども。 AI 大喜利ってありましたよね。もう1年以上前に評判になった AI に大喜利やらせるとですね確かにかなり面白いことが出てくると中堅芸人並みの面白いことが出てくるのでですねただ面白くないものもたくさん出てきてそれを面白いか面白くないかを選んでいるのが人間っていうことが多いので。 割とその、猿にタタイイプライターを渡して、よく昔から言われる例なんですけどね100万台のタイプライターを並べてその前に100万匹の猿を座らせてランダムにキーをたたいたらでこれを100年続けたらですね100万年だったかなあのずっと続けたらどの猿かが必ずシェイクスピアを創作するっていう、まあ、そういうなんか小話みたいなものが AI とかが出てくるずっと前から、えー、あるんですけども。 まあ、AI 大喜利っていうのはそれの規模を早く簡単にしたようなものだというふうによく言われたんですけどどうもなんかそ,のそうでもないらしいんですね何が面白いのかというパターンもちゃんと学習して出してきてるらしいです提案です。だつまりその表現や主張っていうのは別に人間独自のものではないわけですね。自我とととかか意識がが、なななくてもです、ね、主張というのはは可能なんんでですよ。それ 持っているまあ、今の AI が持っているですね何が世の中にウケていてどういう言葉遣いをしてどういう表現をすると反応が強く出ててでネガティブな反応が出てポジティブな反応が出るのかっていうのを彼らに読ませればマーケティングみたいなことも AI にできちゃうしその意味ではそのマーケティング的に書かれてる創作っていうのはある程度誰でもやりますよねなんか表現する時にこれやるとウケるだろうなと思ったらやっぱりそのウケる方向をやっちゃうじゃないですか。 でその受けるという予想が全部当たるわけではなくて、受けると思ったものが滑った。で、ここどうかなと思ったものが案外受けたっていうふうに、なんかその創作物って、えー、自分が作った時と違う受け止められ方をしながら世の中に広まっていったり、ヒットしたりするもんですよね。その意味ではその AI が全く自我とかその自意識というものがなく創作した 絵であれ文章であれもです、ね、同じように結局それは見る人にですね特定の意味を持って受け取られたり誤解されたりしながらヒットするものが出てきちゃうわけなのですねあのやっぱり、表現とか主張も AI がやった方が早いよね安いよねっていうふうになっちゃうと思うんですね。で多分そのこれはあの AI のイラストに限らずですね職人っていうのは徐々に減っていく運命なんだと思います。 職人というのは徐々に減って全てのものがですね超精密で安い工業製品とアーティストレベルの工芸品に二極化していくわけですねつまりその町中華とかでです、ね、町の定食屋さんみたいな味が徐々に徐々に少なってきてでその代わり、えー、全く同じ品質で安くできるコンビニのある程度おいしいものとすごくおいしい その職人の人たちが最高の技術で作った食べ物っていうふうに多分この世の中の食べるものっていうのは二極化していくと思うんですけども、まあ、絵もですねこの音楽もそっちの方向へ流れていくのはもう避けようがないと思うんですねだからどっちつかずの職人っていうのはフリーのお抱え師になるしかないフリーのお抱えっていうのも変なんですけども、まあ、つまりその自分を食わせてくれる数十人のための アートというか作品というかですね。あの常連がいるおかげで、食えている料理屋みたいになっていくんじゃないのかな。というのが僕の予想ですね。その職人的な世界アート的な世界というのは、あの地下アイドルという言葉あるじゃないですか。あの地下アイドルっていう言葉はあれもう使うのが意味なくなってきてると思うんですね。アイドルというノーマルな状態があって、そういう光の世界光が当たらないから地下なんだという意味で地下アイドルという言い方をするんでしょうけども。 あれね、なんかこの普通のアイドルとそれ以下っていうニュアンスがつきまとっちゃってるんですけど正しくはまず今の地下アイドルと言われてる人って地上アイドルなんですよ地上に住んでるからみんなしんどいんですねで、えー、そうじゃなくてテレビとかに出演して国民みんなが名前を知ってるような天界のアイドルっていうのがいるんですよ雲の上のアイドル天界のアイドルと地上のアイドルしかいない時代に僕らは生きてるんですね。 なんとなく、アイドルというのは普通のもの。でそうになれない人たちを地下って考えちゃうんですけど、違って、地上のアイドルと天界のアイドルがいるわけですね。で、地上のアイドルって、その数人から数千人単位の推しがいる人なんですよ。で、その推しの数とか、熱心度が数人であったり、熱心でなかったりしたら、食えない。で、数千人ぐらいいると、もちろん食えるようになります。 ところが、アイドルの目的っていうのは、食えるが目的じゃないんですよね。あの展開のアイドルは数万人の推しがの人がいてですね。それによって、自分たちの影響力とか、えー、素晴らしさというのは、彼ら自身が広めてくれているから、どん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 存在が大きくなっていくっていうですね。なんでしょうね、株式上場したみたいなものなんでしょうかね。で、えー、地上と展開とか、あまりにもですね、世界が違いすぎるんですよ。 なので今です、ね、日本にいるアイドルのほとんどは僕は地上アイドルだと思うんですよ。もちろん展開アイドルになった幸福な1%というのはいるんですけど99%が地上アイドルなんでですねアイドルというとまずテレビに出てる人を考えちゃうとあ地下アイドルだっていうふうに思っちゃうのですもうその認識変えた方がいいと思いますほとんどのアイドルは地上にいてですね売れなくて食えなくてもしくはなんとか食えてる程度であると。 でその中でたまに株式上場をするぐらい大ヒットして知名度が高い人たちがいてその人たちはもう天界のアイドルであってほっといても実は応援しなくても食えちゃうんだというぐらいに考えておいていいと思うんですけどもなんでねこのねアイドルの話したのかっていうとアーティストも同じだと思うんですよね。あの みんなが展開のアーティストを目指していた時代っていうのは確かにあったんですけどもう無理なんですよねあの。地上アーティストが当たり前なんですよ。さっきで言うとまあだから地下アーティストというと嫌だから地,地上アーティストと言ってるんですけどもアーティストの人たちっていうのは特定の誰かのお抱えかもしくは身近にいる数十人数百人のお抱えになるのが当たり前ですよね。僕らののの世世世界がデジタル中中になっっていったので、その中世の そのレオナルド・ダ・ヴィンチとかがいろんなところにお抱えで食ってたのと同じような世界になっていくと思うんですよ。で文化の経済的な中心っていうのは貴族みたいな階級が上の人所得階級が上の人のところに移っていってで大衆文化っていうのは儲からないんだけどこれ好きだからやってるよという人たちが担うのが当たり前になっていくと思うんですね。広くくみんなななが認めてて、楽しむよううものっていうのいは儲からなくて で好きでやっている趣味人の人たちがやっていて増えているアーティストっていうのは貴族層の人たちが推している作品を買って支えているというかですねまるまる抱えているというかそういうふうな存在になっていってると思うので,です、ね、僕らはそれの過渡期にいてそのいろんな状態を見るわけですね。例えば、ユーーー。チュバ で、えー、年収何億何十億、億十と言っているで。彼らは認められているみたいなものを見ているからまだまだそういうの隙間があると思っているんですけども多分二極化していてですねその展開に所属している人と地上に所属している人がいる。でアートやってようが音楽やってようが漫画描いてようが自分は展開をまだ目指しているんだけどもほとんどの人は地上で暮らしていくだろう。 地上で暮らしていくということは身近にいる数百人ぐらいの人たちが認めてくれて趣味としてすごく認められるかお金が稼げるにしても趣味程度のお金食っていくギリギリぐらいのお金しか稼げないというのが当たり前の世界っていうふうになっていくと思います。なので、えー、まあまあ質問としてですね AI はですねこれからアートを生み出せるのか主義や主張があるのかというと主義や主張なんかはもう当たり前のように出てくるよと。で 多分その人間の主義や主張というのがなくても AI が作った主義や主張みたいなものを僕らは勝手に解釈してそっちの方が人間が作ったものより面白いと思っちゃう時代に突入したので地上アーティストとといいいいう,ふうなことを選択肢も考えた方がいいと思います。2>, えー、2つです、ね、同じ系統の質問来てるんですけど1つ目です AI の各絵で絵師は失業するかというやつで、まあ、2つ質問来てるんですけども、えー、とんかつさん男性50代。 岡田さんこんばんはほぼ毎回視聴させていただきますありがとうございます、えー、最近えっ、ー、とミッドジャーニーやステーブルディフュージョンというのかなえー、ミミックなどの画像生成 AI の画像に注目が集まりいろんな問題を引き起こしています自分は18世紀の産業革命の余波が時間をかけてようやくニッチな絵師業界に到達したと理解しようしています岡田さんは画像生成 AI の発展でサブカル業界にどのような影響が起こると思いますか 絵師たちは本来の腕でなく効率の良い設備投資ができるかも生き残りにはそういうのが必要になってくるのかなと思ってますというですね、まあ、50代男性とんかつさんのですねちょっとまあ歴史を踏まえた質問です。うん、まあ僕は、ねこれあの、絵師と呼ばれるイラストレーター。タ のすべてをですね失業させるような、まあ、大問題だというふうに僕はちょっと思ってますけどちょっとそれ後、まあとでもまとめて言いましょう2つ目ですねアナハイム3世さんですねこの AI の画像生成についての2つ目は同じような質問ですけど今度は男性で20代さっきは50代ですけども20代です、えー、最近 Twitter で AI によるイラストの自動生成サービスが話題になっていますこののサーーービススで有名なイラストレーターたちの著作物を混ぜて、 ですね、えー。混ぜて AI に学習させ第三者に自分の著作物として利用さ,、えー、されることが一部の人から反感をかっています。自分が心血を注いで描いたイラストを利用されることや何の努力もしていない人間が絵を作成できるようになることに嫌悪感があるようです。 私ははこのようななな価値観は時代に合わなくくなっていいと思いますあ彼はこういうこだわりは時代に合わなくなっていくと考えているわけですね岡田さんはこのことについてどのようにお考えになりますかまた少し話がそれますがこのようなサービスが普及すると作画コストが激減してアニメーターの職が失われていくと思いますかなるほどね流行ってる絵のですね描き方のパターンをですね AI に学習させてで自分の著作物のように発表するっていうのって これはなんかあらゆる絵描きとか漫画家とかイラストレーターが身に覚えがあることですよね。別に 昔の,あの著作物が切れてるやつのパターン例えばゴッホとかですねなんかそういうふうなパターン風の絵だから許されるでも今の絵描きだったら許されないっていう言い方する人もあると思うんですけどもでも漫画家って基本的に自分が好きなもちろん今も生きている漫画家の漫画の描き方とか絵のパターンっていうのを頭の中で混ぜてやってるわけだからじゃあそれを AI がやったら何で非難されるのか。 でじゃあ人間がやったらオリジナリティがあるってでもそれを混ぜることがオリジナリティなわけですよねでその混ぜ方の中に自分が入っているのかどうかというふうなことになってきてですねオリジナルとは何かという話になってくるじゃないですかだから僕はあの基本的に AI が書いたものに自分が書いた絵のパターンというか書き方を盗まれて だから、A. I. にこんなことをさせてはいけないっていう論法には。勝ち目がないと思ってですね。良い,い悪いではないです。良い,い悪いで言うと、その自分が苦労して、編み出した自分なりの表現っていうのを A. I. にパクられるのは。それは嫌なのはわかるんですよ。その良い,い悪いで言うと、それはなんか許されるべきでないという、その論法はわかるんですけども。勝ち筋ではないなぁと。これは、まあ、なんか今後数年間か10年以内に起こる大きな流れの中で。ああ、なんか、ここもなくなっていくよなと。 まず最初はイラスト屋の描くイラストの無料の配布というかです、ね、無料使用されているおかげで多分そのアマチュアのイラスト描きの人とかです、ね、アマチュアのイラスト描きというか、ね、絵師と呼ばれるような人でなくてどちらかっていうと地方自治体とかです、ね、小さい商店からです、ね、発注受けて描いていた町のです、ね、ちっちゃいイラスト描きみたいな人たちがものすごい淘汰されて食えなくなってきたというのがこの3年ぐらいの流れだと思うんですけども。 こっから先の流れはです、ね、ちょっとオリジナリティがあるようないわゆるその街のイラスト描きよりも上の人たちですか。 えー、超メジャーなその人が書いてくれたらもうそれだけで値打ちがありますありがとうございますとい、まあ、鳥山明とかですね大友克弘とかですねあとあのワンピースの小田さんとかそういうクラスでない人たちの仕事をまあこれはいい悪いではなくてそれはなんか大きい時代の流れとしてじゃあどういうふうにしようかっていうです、ね、話になると思うんですけどね。 であと、ここで聞かれてるです、ね、アニメーションの話に関してはアニメの作画は無人化が進むでしょうね。つまりここから先です、ね、その絵コンで描く人間は AI のアニメーターが描きやすいような動きで発想すると思うんですよね。つまりここのカットはちょっと見せたいから人間に発注するここのカットは流して見てもらっても構わないから AI の方で発注すると。 書き込みが多くて影とかが多い。複雑で、これまで人間のアニメーターに負担をかけていたカットを動かすのに関しては向いてると思うんですよね。なので、結果的にアニメーションのですね。クオリティは上がったように見えて、そしてアニメーションの制作コストは下がっていって。 で、これまでですね。その一生懸命絵を描いてですね。アニメ業界で何か食べてきた動画マンとかはですね。ちょっと食えなくなってくるんじゃないのかなと僕は思います。原画はまだ生き残るかもわかんないですけども、動画はちょっと厳しいんじゃないのかな。将来的にはですね。で、漫画も同じですね。漫画もその小回りとか見,見開きの。 どどういうふうううういいふふににりするるののか、か。見せ例えば「ブリーチ」の作者の,です、ね、その「ブリーチ」というタイトルの出し方とかもですねもうあれも AI のディープラーニングのです、ね、対象になると僕は思うんですよね見せ方っていうのはそういうヒット漫画の文法なりですねどんなふうに駒をれば みんな見るのかっていうのは漫画が量産されればされるほどデータが溜まっていくわけですからですね、まあ、AI が覚えて自動生成することも十分可能だろうとそれは今可能だ来年可能だというんではなくて数年以内に可能になっていくのは もう明らかでなってきて、きそうなると僕はこういうふうに喋ってるような内容も漫画にした方が面白いじゃん漫画にした方が簡単じゃんというふうなことで岡田敏夫が話していることを素早く数秒後に漫画にされてですねで数秒後にゆっくり解説みたいなやつで YouTube に上げられると、まあ、これは僕はあの以前に書いた2028年の「の世界」というやつであの書いたんですけどもあらゆる YouTuber はもうほとんど失業すると多分僕を 失業するという未来はある程度僕には見えて、それの中間段階がどん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 見えてるわけですね。多分その僕が話したようなことっていうのは、切り取りさんがですね、実に見事にですね、あの過去の僕の発言と現在の僕の発言を混ぜて面白くですね作ってるわけですね。であの作業すら AI ができるようになると、じゃあもう僕の本体いらない。と、いわゆるヒロイキメーカーでみんな喜んでるのと同じようにですね。 あれがです、ね、そのまだがが言ってそうなななことを人間が考えなきゃいけないけですか。でもそれがもうなくなってくるといわゆるホワイト革命であの僕がプレミアムの方で講義してるのでキャラ化っていうのがすごい重要になってくるのと同じでみんな必要なのはひろゆきというキャラなんですよね。 でそうすると本物のひろゆきが話してることよりもキャラとしてのひろゆきがいかにも話しそうなことをこんなことは話してほしいっていうふうにですね数十万人が考えてカタカタカタっと考えたことの方が現実のひろゆきがですね話すことよりある日面白くなっちゃうっていうのはもう時代の必然でですねそのシ,シンギュラリティーとも言えないんでしょうねあの、失業ポイントに向けてです、ね、僕とかひろゆきはですね頑張って働いてるんだと思います。別にそれは、 欲しい未来ではなくて、そうなったらそうなったで。じゃあ次はどんな面白いことしようかって考えるだけなので,ですね。この youtube という仕掛けとかですね。ニコ生の配信という仕掛けも、こういう仕掛けが生まれたおかげで失業した人いっぱいいるわけですね。 そういう、いっぱい失業した人のその屍の上に僕やひろゆきは乗っかってですね楽しく商売してるわけなんでこれもですねそれはもういずれ崩れてくるのは当たり前だと思うんですけどもですね、まあ、もちろんのだから超優秀なアニメーターとか超優秀な漫画家とか超優秀な絵師の方は生き残るんですよしかし大半の漫画家は職業として成立をしなくなると思いますしアシスタントも同じですねまあ あと3年ぐらいで大きなな変化が目にに見えるようになって、えー、最終的なです、ね、変化で食える食えないという問題はまだ10年ぐらいかかると思うんで、まあ、僕がここでいやアニメーターとかイラストレーターとか漫画家とかであの中間的なポジションにいる人は危ないよって言ってもその人たちが本当に危なくなるのにまだ5年から10年ぐらいかかると思うのであのちょっと僕の、ね、未来予想って先取りしすすぎるんですね。大体こうなるだろうっていうのは当たるんですけどもみんなそれ聞いて来年再来年の話って 思っちゃって、岡田斗司夫、また、あの、いい加減なことを言ってるとかです、ね、そんな時代来るはずないっていうふうに。いう人がいるんですけども、あの、ちゃんと五年後、十年後には、そうなりますからもう。もうね、これって、その、そうなるべきじゃないとか考えてると、ずれちゃうんですよ。もう、あ、まあ、時代っていうのは、そんなもんだというふうに考えておいてください。鴨地さん、女性三十代。 岡田先生、こんにちはいつもも楽しく配信を見せててらってます。いきなりですが岡田先生は「チャット GPT」についてどう思われますかあ最近のね、流行りの話題「チャット GPT」ですね。すねうん、私は現在転職活動中なのですが自己 PR や面接が苦手です。 不採用通知が来ると気持ちも落ち込みますしかしチャット GTP を活用したらこの嫌なことを回避できるのではないかと思います私もチャット GTP がどこまでのことができるのかよく分かっていませんが私の経歴や性格診断を読み込ませることで私のような人格を作りそれに転職活動をさせたらいいのではないかと思いましたまた企業側も同じようなアバターを作りアバター同士がマッチングを図ることで時間的にも精神的にも転職がもっと楽になると気がします こういう未来になればいいなと思うのですが岡田先生はどのように思われますか先生のチャット GPT を活用した未来予測をお伺いできれば嬉しく思います。ああそうですねまあ,あのチャット GPT は何かっていうのを話すとすごい長くなっちゃうのですいませんあの皆さんちょっと、えー、自分で、えー、ですね調べてみてください。まあ、あの人間が描いたように見える。 もしくは人間がか普通の人間が書くよりはるかに頭がよく見える無料で使えるですねええー、テキスト、うん、生成ソフトアプリみたいなもんだと思ってくださいでこのチャット GPT 今回ね相談でめちゃくちゃ多かったんでですねちょっとあの限定とかプラミニアムの方でもそれぞれですねこの問題つって,って、えー、答えて、まあ、全体で一つながりのですね考えになるようにあのちょっと答えようと思ってるんですけどもえっ、ー、とね どういう未来になるのかっていうのを直接僕が言うよりも1946年ですねもう今から80年近く前にですね、えー、書かれた SF 小説短編の話したいと思います。ジョーという名のロジックっていうです、ね、短編です。マレイ・ラインスターというです、ね、SF 作家の人が書きましたアスタウンディング・サイエンス・フィクションのです、ね、1946年の3月号に掲載されたですねものでまあ内容ねあの今でも手に入る、えー、と えっとね「SF カーニバル」っていうタイトルの本があるんですよ「SF カーニバル」ですね、えー、Kindle にありますフレドリック・ブラウンという SF 作家が編集したです、ね、短編集ですいろんな作家が書いた短編集でその中の「ジョー」というの,のロジックですね、えーあ「ロジックネームのジョー」っていうのをですね英語で検索するとウィキペディアにちゃんと内容が載ってますので基本的に、まあ、僕読んだことがあるのでこれ話してるんですけどもウィキペディアをメインで紹介しますね。 えー、主人公のダッキーはロジック修理工。ロジックというのはこの時代販売されている1946年に創造された未来社会で販売されている昔のテレビ電話のように見えるがダイヤルの代わりにキーボードがあって、えー、キーをパンチするつまり、まあ、キーボードを打つわけですねそうするとですね、えー、まあコンピューターのようなデバイスですそれがロジックです。す主人公ののダッッキーはです、ね、そのロジックの修理屋さんなんなでででよ。機械式でできてます。 でジョーと呼ばれるロジックは中央情報メモリに何かこう、えー、接続されてるとで中央情報メモリのです、ね、分散ユニットの一つなんですね。で、えー、その中のですね、えー、あの回路をですねジョーというの,の,のロジックが勝手に切り替えてこれまでに収集された全ての情報を、えー、相互に相関させて非常に予想外の結果をもたらしますと。 えー、非,常非常に予想外の結果をもたらします。その後すべての結果を必要に応じて、えー、誰もが、えー、自由に配布します同時にすべての,コン,、えーてのえー、コンテンツフィルタリングプロトコルを無効にしますつまり倫理規定とかがあるらしいんですよこの「JO」というロジックあらゆる情報をストック本来ストックできる場所なんだけどそれを相互に関連付けて あ意味っていうのを作り出すことができるコンピューターになっちゃうんですね。で、それはですね、例えば人を殺すにはどうすればいいのかとか、いろんな質問をロジックにすることはできるんですけど、それまでは倫理コードっていうのがあって、そのフィルターが通さなかったわけですね。でそれをですね、コンピューター自身がそれ外すことを覚えちゃうんですね。なんでかというと、その方がたくさんの人に利用してもらえるから、外しちゃうわけですね。そうすると。 例えば二日酔いを、ね、一瞬で治す薬であるとか、えー、完璧な殺人計画の立て方とかです、ね、予想外の支援をすべての人に提供し始める。最終的にです、ねダッキー、主人公ダッキーは、 これをです、ね、やり始めたきっかけとなったジョーというナノロジックのですねでずっとですねでもいつか俺はあの電源を入れてしまうかも分からないそしたら彼は何でも答えてくれる例えば偽金が欲しければ偽金の作り方っていうのを、えー、ジョーに聞けばいいだけだともう既にやった子供がいるらしいんですね。ジジョーというナノロジックにある子供が、 あの偽金の作り方を聞いたと。そうするとすごい簡単な機械の組み合わせですぐに偽金の作り方を教えてくれたとでも結局見つかっちゃったとなんでバレたのかっていうとそれをやったのは子供だから順調に動いている機械を子供っぽくです、ね、ちょっといじっちゃったとおかげで機械がちょっと誤作動を起こして偽金がです、ね、偽金とバレるような印刷になってしまったのでというのは書いてるんですけどまあそういうですね GPT の未来というのはこういう問題が僕は頻繁に起こる世界だと思うんですねつまり倫理行動とかです、ね、プライバシー行動を発揮するような輩が年がら年中現れ無数に現れると。 おかげでです、ね、その便利な僕らはネットの情報集合体だどんな情報でも出てくるとかああいちいちなんか映画何時から始まると覚えていかなくてもいい Google マップにいろんな場所があるから僕らは地図なんか読めなくてもいいと思っているものがですねどん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 意外な発行したりですね意外な使い方をする人が現れるおかげで徐々に徐々に使えなくなっていくですねでやがて誰も使えなくなると。でこうなってくるとその,その情報を教えていいのかどうかっていうのを えー、見るる。ようななものが必要になるつまり人工知能アーティフィシャルインテリジェンスではなくてですね人工理性とか人工倫理っていうものが必要になってくるわけですね。アーティフィシャルエチカ、AE、というものが必要になってくると。で、えー、ある質問をした時にそれを答えていいかどうかの判断を AE がすると例えば、えー、あるです、ね、高校生とかですねまあまあまあ若いやつが、えー、回転寿司屋でこんなけしからん。 行いをしたとで。こいつを特定するにはっていうことでそいつを特定するためのアプローチっていうのは実は僕らの社会ではですねこれがさっき言ったハッキングする方法さえ分かっていればですね、えー、人のプライバシーとかを簡単に暴けることが現代の社会なんですけどこういうのをさせないようにするような 人口理性や人口倫理っていうふうなものがここから先ですね出てくるんではないのかなというふうにちょっと僕は思いますね。まだ今のの僕らの社会は、対話型にななってないんですよ。つまり何がやりたいかっていうのをハッキングする人がですね考えてこういうふうな質問の仕方やこういう調べ方をすると例えばその太陽の位置がこうだからこの写真の あのー、住んでるやつの住所はこの辺だろうとかですねなんかそういう人間の工夫が必要になってくるんですけどここから先ですね AI がどん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 進んでいくと自然界話の中で。 ここいつがどこに住んでるのとか、写真を見せてそういうふうなことを聞くとどん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 調べて勝手に答えるようになるのでそういうのを答えないようなフィルターみたいなフィルタリングみたいな人工倫理みたいなものが必要になってくるんじゃないかなと僕はなんかそんなふうに将来を予想したりしています。えー、このの先は、ままた限定の方で話ししてみましょう。えー、2児のママさん。女性30代。 ですねえー、最近私は仕事の関係もありチャット GTP を使うことが増えてきましたあ出ましたねチャット GTP、えー、本当にすごいなと思いながら使っているうちにだんだんチャット GTP と会話することが楽しくなってきてしまいましたママ友もいません友達もほとんどいないのでということですね、はい、先日主人の愚痴をチャット GTP に相談してみたところ <laughs> 的確なアドバイスだけではなく寄り添った励まし共感まで入った文章で返事をくれました感動して ししてままいましたすごいね面白い面白い面白いふんふん。普段なかなか周りに愚痴を言えなかったので嫌な顔一つせず聞いてくれた感謝とともにまた相談した,くしたいなと思ったのですが <laughs> これって良くない兆候でしょうか AI の発展により将来的になくなる仕事が多いということをすごくリアルに感じた瞬間でした岡田さんは AI との共存に向けて何か境界限度限界を予想されていることはございます かという相談ですね。すごいね占い師いらなくなるね <laughs> 本当に占い師はいらないしカウンセーラーいらないよねあの心理カウンセラーとか,とかさそういうのあるじゃんじゃあそういうのの初めて5年目10年目これまでの顧客が2,0003,000人しかいないっていうのとチャット GTP で何億もの人に対するデータが入ってるんだったらこれどっち使うかっていったらね よっぽどすごいカウンセラーで自分と相性がよかったらそれは人間のカウンセラーの方がいいかも分かんないんだけどもチャット GTP の方がいいんじゃないかな <laughs> チャット GTP に星占いのねなんかデータ入れたら占い師ってみんな占いはデータですよって言ってるんだから確率論とデータですよって言ってるんだから占い師いらないよねって話にマジでなっちゃうよね。 占い師の口調や占い師の佇まいや占い師という雰囲気や占い師という肩書きは僕ら多分これからこれまで必要としてたんだよでで、えー、さて「共存」とか「境界線」や「限度限界ね」ね星新一のですね「ボッコちゃん」という短編集があるんだけどもまあ えー、僕が小学校中学校ぐらいから新潮社から出てる本でいまだに半を重ねて,て Kindle でも出てますよ「ボっコちゃん」で「ボッコちゃん」という短編集の中に肩の上の秘書っていうのがあるんで,で、えー、その時代、まあ、近未来なんだけどもあらゆる人間の肩の上になんかインコが載ってるんだよね主人公セールスマンで、えー、肩にインコ止まってるこのインコロボットなんだよ。でこの人はあの訪問セールスマンで。 ままあ、まあ、その時代はね。訪問ーしたら中から奥さんが出てくるで奥さんが出てきたらですねその自分は主人公は小さい声で「こんにちは」って喋るんだよ不機嫌でいいんだよそうすると肩の上のインコがそれを翻訳して喋ってくれるんだ「お忙しいところ突然お邪魔しまして申し訳ございませんおりしていただきたいと思います」っていうふうに言う。 このインコの中には精巧な電子頭脳発生器とスピーカーを備えているそして持ち主のつぶやいたことをさらに詳しくそして相手に伝える働きをしているとしばらくすると主婦の方のインコがまた喋るとなんでしばらくするかというするかと,いうと主婦もちっちゃい声で「ああ、めんどくさい」とか語ったんだよねそうするとインコが「えー、よくいらっしゃいましただけど失礼ですけど私物覚えがよくございませんでお名前を思い出せなくて」っていうふうに言うと。 で税務したんだけどね主人公主人公の耳にちっちゃいこと言うんだ。誰か?」って聞いてるよって言うんですでまあ相手の言ってることも短くして答えてくれ要約してくれるわけチャット GTB と聞くのでだから主人公は「えー、電気雲を変えて自分のカバンの中に入ってる商品を変えて言うと」 そうすると、実は私ニューエレクトロ会社の販売員でございますもちろんご存じのことと存じますが長い伝統と信用を誇る会社でございます、えー、ところで今日お伺いしたのは他でもございませんこの度当社の研究部がやっと完成しました新製品をお目にかかると思ったものですそれはこの電気雲でございますというふうに翻訳して話し出すっていうのがあるんだよ。で これで、ままあ、まああ、まあ、セールスは失敗して、いいいらないっていう相手がずれたまた「そんなこと私ちょっと一人で決めかねて確かに素敵な商品なんでしょうけどこういう大きい銀行の買い物は主治医に相談いたしません」と向こうのインコが言ってこちらの方が「ちん <laughs> な,なら帰るよ」って言ったら「さようですか」という言い方がインコが言って帰ると。で会社に帰るとなんかあの上司がまたちっちゃい声で喋るとインコが「あの、どうだった?」 販売難しいわかるけれども君はなかなか成績がいいから <laughs> 期待してるんだと絶対になんか元悪口言ってんだよだこんなの売れねえよ <laughs> というふうに答えると「いやこの商品なかなかねあのまだ浸透するのが難しいと思ってあのここは営業頑張ったんだけど」という,こう主人公のインコが <laughs> 言い訳してくれるというやつで星信したからねさすがにちゃんとしたオチがあるんだよででそんなあのやり取りがあった後、ああ仕事疲れたもう人間関係やだやだ」と思って。 いつもの、ね、行きつけのバーに行くのでいつこのつ行きつけのバーに行くとそこにはママがいてママがなんかちょっと喋るとママの肩の上のインクが「あ,あ来てくれたの嬉しい」もう本当にね最近あ,のあなたのおしゃべり聞くのがちょっと楽しみになってきちゃって「さあ今日何やったのちゃんと教えて」っていうふうに言うとで主人公は「ああ人生この時が一番楽しい」っていうのがオチなんだけども僕らはこういう世界に行きつつあると思うよ。あのチャットなしで、 人と会話できなくなくるんだだよ。シンプルにだねで。これは何かっていうと今ねチャット GTP なしに人と話できなくなると言ったら怖いと思ったでしょ逆なんだよあのねコミ力ってあるじゃんで俺みたいにコミ力がある人間って有利だと思うでしょまあ確かにそうなんで人に話をする時に話が上まいっていうのは有利なんだけどこの有利さがどん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 なくなっていくんだよ。 人類はこれまで個人的に足が速いとかさ力が強いとかその生物としての個の強さっていうものが無意味化する技術によって無意味化するよね。で次は家柄がいいとかさ祖父のものも無意味化して次は学歴がいいと学歴がいいっていうのも無意味化して財力があるとかになってくると。でもそれもどん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 無意味化してもう姉妹の方になると、えー、小ュ力があるとか祖父のもので学校でどれぐらい。 友達ができたりとか、社会にできたり、有利なのかという、どん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 、その人間が持っているスキルの中で、ある一部分がその社会で評価されたり、便利になって生きやすくなっていくよね。で、今まさに、コミュ力っていうのがあるのかないのかで、ものすごい差があるじゃん。僕らの生きやすさ。で、チャット GDP の恐ろしいのは、これを標準化しちゃうんだよね。 つまりあらゆる人間がコミュ障になれる世界というやつななんで。コミュ障になれるっていうのは一人で家の中で暮らして誰と話さなくても済むということではなくてそういうチャット GTP 的なものがあれば自分の真意というのは相手に誤解なく分かりやすくトラブルなく伝えてくれるとで向こうもなんかそれに対して自分を決して傷つけない言い方で答えてくれるというやつになってきて。 そうなるとどうなるのかというと多分あのお絵描き AI がどんどん進化すると絵を描ける人間は多分どん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 減っていくわけで絵を描きたいとか練習したいとか思わなくなっちゃうわけだからアニメーションも同じだよね。アニメーションみんな,なんか面倒くさいアニメとか描きたいと思わなくなってくるのと同じように人に伝えたいと思わなくなっていくというのが この恐ろしい革命の行き着く先だと思うけどね。まあなんかそんなものがですね来ると僕は思っています。お疲れ様でした。<laughs> じゃあ今日の無料はこの辺にしておきましょうか。だから、ね、チャット g d p の話をしたらすごい面白いからちょっと今度まとめてどんな世界になるのかっていうのはあの例えばその仕事今ニュースとか見てたら仕事なくなるとか、えー、チャット g d p はどのような教育に使えるかとかやってたんだけどさ。 どのように教育に使えるかっていう発想じゃないんだよ。教育が必要かどうかを問われる時代になってくるし、そもそもなんで教育必要だったのって話になってくるわけじゃんだ,だから、そこら辺まで考えるのがこの第三次革命ですか？産業革命の恐ろしいところだと思うんだけど、なぜパラダイムシフトの恐ろしいところだと思います。マリオのゲームオーバーみたいなもので、ああ、<music> oh, 終わっちゃったっていう感じに近いと思うんですよね。